さ、YouTube 開くと源太くんの動画が一番上来ますよみたいに言われた時、ガチで嬉しそうだったもんね。俺なんか、いいセンタリング上げたねとかより嬉しそうだったもんね。なあ、今回俺サッカーのこと聞こうと思ってるから。それもそれでまあ脱線しながらの方がいいっすよね。そんななんか脱線しない、脱線しない、しない俺。じゃあ行くよ、しっかり、うん、はい、発射します。ポッポー。やばいやばいやばい、最初からこれか。ボアタージ、こんばんは。ボアタージ、こんばんは。今日はなんとパラグアイ代表のスーパーサブ、誰だっけ、岩渕バルテス。あ、もう全然は怖いわこれハッピーオーラパラダイス。どうしよう、いや、けんたくん汗かいてきた、汗かいてきた。パラダイスさんです、どうぞ。ハッピーオーラ。けんたくん YouTube どうすか、初めて反響とか。反響、知ってるやろ。手応えとか。ちょっとある。ちょっとだけある。目指せ孫正義だから俺。一緒の水星人だから。あ、なんかさ、一時期水星人、それ、めちゃくちゃ見てたよね。俺水星人なんですよね。ブチも水星人だよ。だった。水星人なんか、今年良くないみたいに言ってなかったっけ、なんか、怪我、なんか、大殺界やってな。大殺界。見てもらったらわかるやん、俺。これ、俺見てよ。見てよこれ見てよこの状況何かが起きてますね。何か、そう、何かよからぬことが起きてんだよこれ、うん、俺が聞きたいのはまずなんで去年あんなに点取れたんですか。全部で何点決めた。7点。出場時間何分だったっけ。出場時間が、うん、400分ぐらい。すごくない？400 分で、400分ってだって、え ?9 時36、え9号45ってことは ?5 試合分も、うん、5試合分出てない。じゃあ5試合で、あ、5試合も出ずに、15点じゃあ15点は誰もいない。7点。全然人の話聞かない。すごいね。あんなこと なかなかないですよ。本当に。俺にも聞いてよ。俺の成績聞いてよ。健太くん。10試合ぐらいで全部フルです。しかも。大体。ぐらいだね。多分それぐらいだね。成績聞いてよ、成績。成績は1アシスト未遂。いや、アシストしたじゃん。これ覚えてるよ。あれアシストになるのか。ちょっとあのヘディングで。あー、折り返したやつか。折り返したやつ。あーって言って俺分かってたけどな。照れでちょっとあーって言っちゃったけど。うん、あの、ノゾが決めた時か。ノゾ。そう。あの後俺ノゾのことめっちゃ好きになったもん。いやいや、そ、分かりやすい。しかも、のぞそういうの気づくタイプ。そう。あれ、アシストもらった瞬間、絡むな、みたいな。のぞも、のぞも結構こう、結構、あの後すごい仲良かった。なんかやっぱ違う？普通には、あの、クラブハウスで話してんのと。いや、違うでしょ。ケンタ君もう、クラブハウスの時もっとなんかもう。何？渡部かわいそうばっかり言ってんだ。いやー、どう？じゃあちょっと聞いてみよう。じゃあ、あの、ももちゃん聞いてみて。いやいや、もうダメでしょ、そんなの。もう、渡部がダメでしょ。やっぱ渡部がダメか。うん。いやいや、なんでそこ納得できないの？ウーさんは、ゾーンに入ってた、去年。もしかして。ゾーン？
ゾーンに入った時ある？逆に聞きたい。あのね、ルーティーンの5、うん、ルーティーンの YouTube のルーティーンの5の時俺ゾーン入ってる。多分そこで入ってたの見直してみて、他のと多分違うはず。YouTube だと結構ゾーン入りやすいんですかね。じゃあかもしれない。なんか、あ、気づいたらもう編集も終わってるし。いや、わかんない。俺はゾーンとかわかんないですけどね。でもなんか集中できたかもしれない。それはある。集中させてもらえたっていうか、みんながこう、いやいやいや、ブチ、それはいいよ。もうその、あのね、俺今日、じゃ、ブチ、俺今日、一つ禁止ワードがあるの。インタビューとかでさ、サッカー選手さ、もう、パスが良かったんで、味方のパス良かったんで、もう決めるだけでした。あ、うん。あれもうなし、今日、ブチ。あれなしね。うん。でも俺もそれあんまり好きじゃないかも。確かに、そう言われたら。そういうのあんまり。でしょ？じゃあ誰のクソみたいなパスをゴールにしてあげた？ブチは今まで。逆にね、逆にだからいいパス来たから点決めましたっていうのは普通じゃん。ブチは逆に誰のもうなんともない、ただの何も考えてないパスをゴールにしてきた、今まで。ブチ、いや、でもみんなのパス良かったよね。やっぱみんなのパスのおかげ。ああ、だからそういう気持ちなんだね、やっぱり。まあいいパスでも悪いパスもなんか自分にパスしてくれたっていうのがやっぱりそこっすよね。いいパスくれたとかっていうより、まあ、確かにあの点取った時ってさ、もう全てのものに感謝したくなるよね。いや、ほんとそれぐらい気分いいですよね。うん、知らんけど。忘れたけど。ケンタ君、あのアントラーズ戦で決めた時の YouTube 見たけど、何もかなんかもう決めてセンターサークル戻るみたいなね、もうなんか感情分かんなかったけど、あの時喜んでもないし、わけわかんないって感じ、ほんと、あの時。まあ、でも初ゴールですね、あれは。ただ、負けてたらボールを取りに行かなあかんっていうのだけは頭にあった。あ、言ってた。でも、ちょっと遅かった。行ったら、ソガハタにポーンってされた。まあ、スーパーサブじゃ納得できへんよね。まあ、でも、まあでも、まあ、すごいよ。出たいっすね、やっぱり。でか、長い時間。長い時間やりたい？うん。何の話？いや、試合。何の話だけど、試合っす。試合です。あ、試合だな、試合ね。試合です、はい。うん。でもまあ、いい感じにこう、だからさっきも言ったけど、うん、集中させてくれてるっていう、こう、いろいろ考えなくていいっていう。のはある。途中から今出てて、ああ、もうゴールにだけ集中して、あ、そうです。でしかもそれが自分のなんか性格にも合ってるから、うん、まだ去年しかそれできてないから、いやいや十分だよ、もう去年行けたら俺もう満足してやめちゃうわ。え、健太君だったら？俺だったらもうやめてる。満足。いやいや、満足のハードル。ドバイ。え？ドバイ行ってる、もう今年ドバイに行ってる、うん、いやもういい。何回も説明しなくていい。今日ちょっとちゃんとしたこと聞かないとダメっていうのがある。やっぱ奥さんいるじゃん、後ろに。ああ、俺一回風間で失敗してんのよ、うん、もうガン嫌われしてて、俺風間の奥さんに あまりにもガン嫌われ、ガン嫌われしてんのよ、本当に。無礼だから。ちょっと今日はほんとちゃんとしたい、おはブチのそのサッカーのことをちゃんと聞きたいって。ありがとうございます。ちゃんとした話しないじゃん、グランドでも。しないね、ちゃんと。最近 YouTube の話とか
不倫の不倫の話とか。そっか。だもんね。うん。あとあれとかね、こう時事ネタとかっすよね。そう。なんだっけ、なんか。え？肛門ニュースみたいな、なんか。虎の肛門。肛門ニュースね、虎の門だよ。何種ニュース番組ですか、それ。虎の肛門ニュース、虎の肛門ニュースじゃないです、虎の門ニュース。虎の門ニュースいいっすよ、もう。虎の門ニュースね。でも、最近そういうのにも、じゃあ、経済にも興味持たれてる。経済は、でも難しいっす。何、その、興味持ったきっかけ何なの？きっかけ？なんか、去年から、結構、健太くんとかと飯食い行くようになって、おうおう、それで健太くんの話聞いてて、おう、それは、それで結構なんか、興味持ったかもしれない。でもさ、うん、健太くんに去年からさ、なんか、あの、ほら、例えばさ、楽天モバイルとか結構いいよみたいな、おう、言われてたじゃん。うん、結構言われてたじゃん、健太くんに。うん、でも、全然やる気にならなかった。うん、ノブに言われたら一発でやる気。でもちょっと待って、俺それノブにも聞いたの。俺はノブを使ったんだよ。いやいやいや、そんなんすか、裏の裏書いたの。ブチは多分俺が直接言っても多分あれだから、よしノブお前言ってこいっつって、まああのちょっとノブに入れ知恵して、響いたんだよな、やっぱお金の話とかさ、結構やっぱ信用できる人からじゃないと入ってこないよね。入ってこない。でも結果良かったでしょ。いやマジ良かったでしょ。し、うん、やっぱアウトプットしなきゃ入ってこないみたいなのありますよね、本当に。あ、出さないと、出さないと、なんか言葉にしたりしなきゃ、なんか見ただけとかじゃ言ったら本当に覚えるみたいな。自分もね。説明したら、そう。自分が。でも自分が理解してないこと話してるとき、全然わけわかんないでしょ、うん、多分、そっち側からしたら。わかんない。ね。健太くん、あ、でも健太くん結構わかりやすいな、話は。だ俺、結構練習してるもん、家で。え？説明する練習してんすか？ブチいるもん、うちに。気持ち悪い。健太くんさ、後期といつも何話してんの、二人で。俺の気分をもう良くする役、こう、もう、うん、もう、生き物、生き物。あ、でもウィンウィンな関係だと思うけどね。それタイガーの時も言ってたんだ。向こうはただ飯食える、俺は気分良くなる。ところで、ブチはさ、うん、なんであんな点取れたの？いや、まぁ、入り方下手だな。あ、まあ、でも、緊張とかしなかったですね、もうさ、なんか。逆になんか力みとかもなかったし。はぁ。なんだろう。なんか、結構自然っていうか。うん。力抜けてたかもしれないですね。確かに。それはあるかも。それ結構ゾーンみたいな感じなの、それが。なんか、肩揉まれること絶対なかったでしょってぐらい力抜けてたもんね。いや、それちょっと泳ぐかんないですけど。首が長かった。もう首が長かった。なんか。首長いでしょ、俺。うん。あの、姿勢が、後ろから見てて、プレー見てて、うん、なんかすごい首が長く見えた。イコール、肩がこう、ストンとこう、こうグッってなってなかったよ。どんな見方してんすか。俺ね、肩見てんだよ、前の選手。俺結構前の選手の肩見てるの。肩でこう、うん、あれできると。そう、判断。肩でどこ要求してるとかも大体わかる。いや、天才的な見方、天才の見方してるな、なんか。ただ技術が追いついてないってだけ。そこに本当はパス出す。そう、技術が追いついてない。大体肩で理解はしてると。理解はしてる、もう。わけわかんない。マジで。意味わかんないっすけど。ブチさ、うん、
うん、妹もすごいやん。うん、連絡取ったりすんの？連絡取るよ。プレステいるとかってメール。え、まだ来てないけど。え、来たら触らしてよ。触らしてよってなんか変態じゃん。プレステ触らしてよ。触らしてばいいっすけど。いやー、ももちゃん笑ってるね。いや、いいっすよ。健太くんの話いつもしてるからさ。あー、一回ね、ご飯も呼ばれたしね。二回、二回呼ばれてやる。勘違いしないでもらいたいですけど。呼んだ、まあ一緒に家でね、鍋やった。あ、呼んだわけではないと。いや、てか先にいたしね、桃より。でもああやってさ、選手だけで飯食っててさ、あの嫁さんでもさ帰ってきてくれたら、なんか場がパッと明るくなるっていうか。それありますよね。テンション上がるよね、ちょっと。いや、そうそうそう、だって俺去年とか深夜とかとさ、うん、飲んだりして、俺と深夜が話してんのに、俺も深夜も一生懸命桃に説明したりしてさ。わかる。聞き役、ちょっとね、飲み屋みたいな感じですね。なあ、笑ってくれたら嬉しいよ、ね。そう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 。何の話してるの？妹今どこでサッカーやってんの？妹神戸。アイナックやっけ？エース。ん？エース、エース。エースなのかな。エースって言ってた。エースって言ってた。いや、言わないでしょ、自分では。それは言わないもん。ブチは、見たことある？うん？見たこと？いや、街中とかではないよ。いや、そりゃそうでしょ。試合とか見るの？ケントくん、なでしことか。あの、ほら、なでしこがめっちゃ流行ってたっていうか、ガンって来た時あったじゃん。うん、で結構特集されてたじゃんか、うん、で天才出てきたみたいなんで、ブチの妹を見てたよ。てた、うん、見て夜な夜な見てたよ。夜な夜なビデオをやめろ。あの、だいたいさ、ああいうのって、まあ、11時とか10時半ぐらいからこう特集やり始めるやん、なんかスポーツニュースとかの、うん、うん、ちょうどいい時間なのよ。いや、ちょうどいい時間と。ちょうどいいとか言うんだろうな。でも全国区だよね。確かに。はい。でも今もう J3 でもさ、活躍したら、ポンポンっていっちゃうやんか。今年、取ったらマジであるんじゃね？いや、でも藤枝に上がりたいって気持ちちょっとありますね。かなり。まあ、そらね、もちろんね、それで。な、ちょっと気にしたね、今。いや、気にしたね、なんか。え、マジでマジで。他、なんか誰かさ、ゲスト呼ばないの？こう。あの、不正な毎週の選手。いや、那須さんとか、手始めに行こうかなと思ってるけど。なんで、那須さんのこと手始めに。こんな言い方しないでよ。年上でも、ちょっとこう、がっつりいじれる人と、ああ、ヤザさんみたいなさ。ヤザさんね。うん。ナスさんはやっぱちょっと、やっぱ気使うわけよ。気使うっていうか、まあ、ナスさんはね。うん。もう。ナスさんはそうだね。人類で、人類されて、生命体で一番優しい生命じゃん。生物。生物じゃん。那須さんでも最後パス説ありますけどね。あ、逆にね。まあ、その、だから、那須さんの、そうか、サイコパスなところを引き出す。あ、それ面白そう。っていうのも面白そうだね。ちょっとさっき俺考えてたんだけどさ、うん、健太くんの生活を俺がもう、めちゃくちゃなんか、尾行して、盗撮して、それ YouTube とか流したらめっちゃ面白そうじゃん。ほんまに、ほんまに分からんように撮ってや、じゃあ。そうそうそう、本当に分かんないように。8割落ちてんだ、俺。最悪。行くから。はっきり言うけど。もし行くから、マジで。
アーバーじゃなくてさじゃあ今年の目標何点か。今年？はい。あ、10点取りたいっすね。10点は。去年は7点。去年、まあ、去年以上かな。去年以上。まずは1点。ああ。結構去年とかそんな感じでさ。うんうん。何点取りたいとかなくて。まずは次みたいな。次。もうその時その時に集中するっていう。そう、それができてたからかな、去年は。じゃあ俺も一個目標立てようか。何？まずは2未遂、2アシスト未遂、1望みで。2アシスト未遂、1望み。覚えてる？いや絶対今登録者数とか言うと思ったら違ったね、うん、なあ、アバーアバー流行ってんすか。アバーいやアバー全然面白くないここだけの方がいいよこれ。ももちゃんは、ももちゃんは笑ってる。いまいちっす。アバー結構受けてるね。これ今回結構いいんじゃない？クリーンだし、やっぱり。いや、いつもどんな話してんすか、みんなと、YouTube の時。だもう8割話よ、ほんとに。8割、絶対やめろ、それ。やべえ、いるから。冗談、冗談。するわけないやんか。遅い、遅い、もう。楽しいわ、免疫上がるわ。笑うと、うん。扁桃腺腫れてばっかだもん、最近ね。年に何回かなるんだね、そのそういうあれなんですね。慢性扁桃炎やね、俺。慢性扁桃炎ってやつ。まあな、でもそんな言い訳したくないわな。もう結局自分の自己管理だからさ。俺言い訳したくないんよ。なんだ急に、どうしたどうした。はっきり言うけど、ブチ。うん。あ、でも健太くんそういうの嫌いなタイプっすよね。言い訳とか嫌いなタイプっすよね。何を俺が喜ぶことを言ってきてんの。健太くんってさ、上げ方知ってるね。こんななんかちょっとなんか YouTube とかでね、意外とやったりこうなんかヘラヘラしてる感じとか、わざとなんかわかんないですけどね、出してるけど、意外とこう曲がったことはできるとかね、もう正論みたいな。いや顔そういうとこあるけどね、それでちょっと照れ隠しするね。照れ隠しかもね、 YouTube もしかしたら。まあかもね、照れちゃうわな。照れちゃうって言いたいけど、こっちの人知らんもんな。知らない。まあまあ、ええんやけど。今のも照れ隠しなんやけどね。うん。ああ、でも、俺今日めちゃくちゃ気分いいかも。いや。明日頑張ろうな。好きなサッカー選手誰？好きなサッカー選手は、うん。ゴーロキ選手。ゴーリキじゃないです。ゴーリキ？ポケモンです。サッカー選手じゃないです。コオロキ選手。こ。いや、なんもないな、いいよ。なんもないじゃん。コオロギ選手ね。うん。うまいもんな。小林優選手。小林。いや、もうないよ。手だけでいい、いい、いい。言葉遊びすんな。小林前。小林じゃなくて。前。小林前や。小林前は全然面白くないでしょ。
小林優ね。うん。小林優選手。うん、選手。で、もう一人、もう一人。もう一人？うん。外国は？外国は、インザギ、インザギ。昭和の男だね。まあ、平成ですけど、インザギは。インザーギさ、昔のフォワードの選手さ、みんな好きじゃない？みんな好きだよね、インザーギは。ね、あと、ラウールとか。ああ、そう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 。ラウールとか。でも、インザーギより上手いんじゃない？ブチの方が。いや。正直どう思う？いやー、どうなんすかね。ほんともう、技術、足元の技術。技術はね、うん、でも技術あんまり足元の技術いらないよね。いやいや、そうじゃなくて、あの、そうじゃなくて技術インザギ対俺、うん、本当のもう本当こう球を扱う技術、うん、だから俺かも。いやいや、言わしといてそれみたいな感じ出してるけど。ああ、やだやだ。まあまあまあ、でもそうだよね。点取んのとそれはもしかしたら違うかもしんないもんね。佐藤久とかそういう感じですよね。ね。ちっちゃいの。まあでも普通に技術もめっちゃうまいですよ。バンさんとかめっちゃうま。ああ。あ、でも動画とかめっちゃ見ます。あ、バン、あ、大黒さん。大黒選手。大黒選手。二世。大黒二世。大黒二世？うん。俺。俺、大黒二世。挨拶して、挨拶して。大黒二世です。うん、二世に挨拶して。どうも。二世です。どうも。二世谷祐介です。終わるか逆に聞いてほしいなというか、これだけは言いたいぜってことある。まあだからインザーギより俺の方が技術あるぜっていうのと、もう一つ言いたいことない。最悪だよ。戦ってるでしょ。もう一つ、もう一つ、もう一つじゃないよ、それ一つ数えなくて普通のサッカーの雑誌とかサッカーの番組とかで聞かんような質問するわ。好きなトラップ。好きなトラップ、これは別に自分がするとかじゃなくて、好きなトラップ。好きなトラップ、うん、こう状況とかも教えてよ。なんかこういう状況のこういうトラップ好きですとか結構ブチトラップ俺こだわってるように見えるんだよ、練習見てて。旗とかジョーとかが持ち蹴りしたやつをこうトラップする姿とか見てて、あ、首長いなって思ってるし。力抜けてるなって、うん。肩、うん、言い方してるわ。トラップ？うん。この状況の時のこのトラップした時、うわ、気持ちいいって思うとか。あ、うん、あ、中盤の人が前向いてボール持ってるじゃん。うん。もうペナとか近くで、はいはいはい、ペナルティエリア近くで、うん、俺はペナルティ 最終ラインディフェンスと、うん、ディフェンスからパッて離れて、うん、前向いてここに ピターンってくるパス、強いパスをもうトッと止めてドンって打てた時かな。分かる？ちょっとイメージラウルね。こうそう、こうやってピタッて止める、うん、向き気味っていうか、こう向き気味の、そうそう、うん、向き気味で向き気味、こう俺ね、そうです、ストーンストーンね、そうそうそう。でも俺ワンタッチゴールが好きっす。へえ、あ、もうじゃあトラップいらねえと。もう一番そう、こぼれ球とかで決めれるのが一番いい。こうインザーギやな、やっぱりこうなんかキーパーの弾いたとか。うん。なんでももちゃん笑ったん今。いや、笑ってないです。くしゃみです。あ、くしゃみ。笑わない。くしゃみか。
ももちゃん噂されてるね。やっぱり人気だね。いいかな。ワンタッチゴールのが好き。ヘディング好きっす、ヘディング。あ、そうや。ヘディングめっちゃ好き。意外と好きよね、ヘディング。ヘディング好きっす。結構、思ったより持っていくんやっていうヘディングするもんね。あの、修練とかしてても。ヘディングそう、ヘディング好きなんですよ。あ、その距離ヘディングで行くかっていうようなヘディングもするもんね。こう、早めのマイナスクロスをヘディングとかさ。あ、結構見てるっしょ、俺。後ろから見てんだよ。肩とか首とか。肩が結構、ヘディングで決めたら一番嬉しいかもしれないです。なあ、へえ。昔からそれは。いや、結構最近。最近決めれないから、なかなか。ごめんな。いや、別にそんなごめんな、ブチ。ほんまに。最近の選手で参考にしてる、ビデオ見る選手とか、いないの？ラグビーなしやで、ブチ。ラグビーなし？ラグビーなしじゃない。なしやろ、そら。コオロキ選手。ああ、大黒選手。アグエロとか、アグエロ。クリロナ。うさみとか。あ、好きやもんな。うさみ。見てるからね、これ。言うとこか、俺。うさみに。いやいや、リスです。好きって言ってたけどって。いや、困るでしょ。OK？ どうするって。いやいや、OK とかなんすか、それ。もうほんと俺、暇な時とかめっちゃ見てるよ。ランバンとかレッツとか。バンタン？バンタン？バンタン？バンタン俺も好きよ。え？バンタン。あ、ももちゃん！ももちゃんも好きじゃん！バンタン。いや違います違います。なんか何言ってるの？バンタン！ハートゥーセ！バンタン！怖い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  BTS ああ知ってる韓国のやつ韓国のストライカー、うん、知ってるってあそうなのめちゃくちゃ点取ってる今点取ってるどこ行っても点取る朝昼晩バンタン朝昼バンタンバンタンもいい俺わかんないし全然それ俺もわかんなくなっちゃったいやもうちょっとこれ足りひんなっていう分野あるこれちょっと五角形的にここ足りてないんじゃないのみたいな細切れになんないこれいやうまいこと編集するよちゃんと会話してるようにあそう。だけど、今日全然こう、途切れてないから、その会話自体。まあまあまあ。だから。いつもこんな感じですもんね。飯とか行って。うん。そうそうそう。なんか、全然ほんと俺大丈夫かなと思ってるけどね。大丈夫大丈夫、ブチ。それみんな言うから大丈夫。言うから大丈夫。みんな大丈夫じゃねえじゃん。みんな大丈夫じゃないから大丈夫。どうしようかねじゃあもう好きな女優でも聞いとこうか好きな女優関係ないけど誰だろうなごめんねももちゃん全然いいですよあ怖っ今の全然いいですよちょっとなんか笑い以外で初めて喋ったじゃん今喋っちゃダメでしょエンタ君のじゃあサッカーの話しようよ。聞いてくれるじゃあ逆に。ケンタ君さ、うん。今の目標何？いや言ったじゃんさっき。二味水一望み。望み一望みどういうこと？一望みかわかんないんだよ。二味水。
ツーミスイ、ツーミスイ、ワンのぞみ、ワンのぞみ、ワンのぞみ、うん、ワンのぞみって何？なんか JR とかの CM みたいよ。ケンタ君とでものぞってそんなに喋んないよね。あのね、そんな喋んないと思うじゃん。今年の2月ぐらいからかな、急激に近くなったよ。まちょっとわかる。わかる。なんかもっとたまにちょっといじったりするよね、ケンタ君。あのぞでしょ。うん、そう。ケンタ君ってマジ、本当最初とか何考えてるか分かんなくて結構怖いと思うんだよね、後輩。ああ、は、うん、入ってきた時はね。やばって思って思うっしょみんな。私俺人見知りだ、うん、こんな風に喋れんのってなかなか時間かかるじゃん、うん、うちはね来てくれたから早かったけど、みんな健太去年とかみんな結構何考えてんだろうみたいな感じあったと思うんだよね、絶対来たばっかり健太くん。分からんかったもんね俺も何考えてるか。まあ、まあ 今もそうやけどね。あんま何も考えてない。あんま何も考えてないのに、何か考えてると思われてる。結構ね、なんかアップの時の健太くんとか見てるときめっちゃ面白いよ。はぁ。何にも考えてなさそうに見えるときある。そんな健太くんのことを知ってくと。あ、でも、知らない人が見たら、なんか黙々とやってるから、そうそうそう。なんか、何考えてんだろうなって思われるんだよね。そう。あーって思って無なのにね、俺無だなって思う。肉の塊なのにね、俺無すぎるなって思う時あるわ、たまに。あの、なんかの試合前さ、なんかあまりにも抜け殻な日やったじゃん、俺。ブチが点取った日や。あ、そうだ、群馬の時だ。あ、これこの感じでいつも言ったらブチ点取れんだなみたいな話してたじゃん。そうそうそう、とにかくふわふわした話してた。昨年後半始まったくらいからもう話しかけてくるんだって思ったけど、俺もふわふわしてたもん、ずっと。でも結構どう転ぶか分からんねえ。だからそのモチベーションの持ってき方って分からんもんやなって思って。分かんもんやなじゃないよ。そろそろ寝ときます。今何時？あ、ちょ、今9時。9時、うん、まあ今日ちょっと夜更かしで10時に寝ようかな。え、いつも何時寝るの？10時。いや、でも俺朝めっちゃ早くてさ。早いよね。しかも健太くんさ、あれじゃん、夜飯も早いじゃん。夜飯早い、 5時。うん、だってもう朝何時に起きてんの今日は？5時50分ぐらい。何してんすか、5時50分に起きて。今日何してたっけな。朝起きたらポットに水入れるでしょ、まず。で、置いてポチって押して。いや、そんな細かく言わない。この今俺が今いる場所でプロテイン飲む。あ、顔洗うのそこじゃないの？顔洗うのはちゃんとうち結構しっかりした作りで、この何？キッチンと向こうの洗面所が別になってるから、うちの作りしっかりしてる。大体そう、大体全員そうだよ。なんで？キッチンと洗面所。そう。なんで今この今いる場所でまずプロテイン飲むね。あ、だからもう朝からプロテイン。そう、俺プロテイン飲み始めてからなんか筋肉系の怪我しなくなって。しないでしょ、俺筋肉系の怪我。あ、でもそれ言ってたよね。そう、それはもう続けてるね。で、そんな筋肉系してない。 してないでしょ。内科系ばっかりでしょ。内科、扁桃腺ばっかり。扁桃炎ばっかりだから。もう抗生剤効かないって言われた。そうなんだ。
ひたすら炎症収まるの待つしかないってこと。そう。つらっ。やっぱ一人暮らしの高熱ってつらいね。いや死ぬと思うよね。そう。死ぬかもしれないと思うよ。死ぬかもしれないって思ってから遺書書くのってもう無理なんだなって思う。いや遺書書こうと思う。遺書って普段から書いとくもんなんだなって思った。だから今回のあれで、あ、うん、もう書けない、もう書けない。だからそう、あ、じゃあいいっすか。ちょっと勝負飯教えて。勝負飯、うん、うちの勝負飯。え、勝負飯去年さ、あれやつ、あれだよね、もも、これあれだよね、豚しゃぶ、しゃぶしゃぶ。え、ももちゃんの以外、以外試合の前の日食べてた以外、じゃあ以外、それ以外、以外、いやちょっと勝負飯だから俺もう勝手に思ってるやつがあんねんけど、ブチが絶対これ勝負飯やん。ああ、すがらみ。あ、そう、すがらみ、すがらみ、まあ、すがらみはもう勝負飯っていうか、もうただうまい、ただうまい。すがらみ行こうよ。いいね、うん、これ言ってんねんからさ、ちょっとサービスしてほしいわな。いや最低最低そういうの絶対ダメ。そういうのうんと、してあげてんのにさ、してあげてんのに最低最低なのそういうとこありますよね。でもめっちゃうまいもんな、あれな。まあじゃあ、すがらみってことですか。すがらみって、すがらみしゃぶしゃぶでしたっけ。すがらみしゃぶじゃない、しゃぶ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 、まずしゃぶ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 、ももしゃぶ、ももしゃぶはなんかちょっと嫌だけどももパンしゃぶしゃぶ、ももパンしゃぶしゃぶはもうなんかちょっとこうやって俺風間の嫁に嫌われていった。嫌われていった。なるほどね。ああ。結婚式とかも行ったんだよね、風間。その結婚式行ったよ。で、嫌われる。いや、まあ、そんな嫌ってないと思うけどな。そんな。っていうね。っていう、っていう。分かった分かった。じゃあ次、数珠つなぎに行きたいから俺。ああ。誰をこう登場させてほしいって。見たい。うん、見たい。もうこの差しですか。差し。あ、もうさ、うん。いやみんな見たいけど、結構枝さんとかさ。いや枝さん面白いと思うよ俺。枝さんめっちゃ見たいな。まあでもノーゾン結構見たいっすね、こうなったら。ノーゾンと星原。あー、おもろいな、それ。かなり面白い。お前らがおもろいだけやろ、それ。枝さんにオファーかけてみようか。ナッサンは、ヤナさん、ナッサンはいつ。ナッサンも見たいっすね。ナッサン、でも那須さんのことあんま困らせないでください、マジで。困ってるって言ってた、那須さん。言ってないけど、言ってないけど。ああ、よかった。ああ、よかったじゃない。俺、那須さんに嫌われたらもう多分、立ってられへんな。立ってられへん。最後の砦だもん、最後の砦もこう、なんていうの、心の、わかる？親がさ、な、もうお前犯罪起こしても何があっても、俺はお前の味方やな、からなって言ってくれてんのと一緒ぐらいの存在から、俺なさ。いやいや、犯罪起こしたら絶対離れます。なっさんが先を起こしたらどうする。次の日平気な顔してきますな。次の日。おはよう。何事もなかったかし。うちおはよう。ストレス。ヤザさんはヤザさん。
だから矢田さん俺 やりたくて普通にほんまに。でも出落ちしかほんと考えられないっていうか、俺矢田さんと話した場合もう、あの俺の YouTube で言ってるやん、あの矢田入りますとかって言ってるやん。であれ矢田入ります言って矢田さん入ってきて、矢田入りますって矢田さん一発目だけ結構な声張って出てくるけど、そこがピーク、もうそこピークで、でもブチの5倍ぐらい多分あの人緊張すると思うんだよ。なんか目に見えてんのその光景が。これ本当でもなんで緊張するんだろう。だ案外まあちゃんとしてるってことじゃない、もしかしたら。いやそうじゃないですね、なんだろうな。そうじゃないんだ。いいんじゃないですか。喉ね、じゃあ次。いきなり喉、いきなり喉。まずノブとかは、ノブとケンタ、まあノブ、ノブな、全部に笑ってくれるからノブって、ノブってね、逆にもう何言ってるか分かんなくなると思うんだよ、全部が笑い声みたいな感じで、会話聞こえないぐらい笑うからあいつ、全然笑わないと思うけど。秋。秋面白いかも。ブチの知り合いの選手でもいいよ。で、ケンタ君も知り合い？あーでもいいし、全然知らなくてもいいし。だから。知らなかったら話せない。まあな、でも。あ、そっか。俺の知り合いの方がいいわな。でも、どう考えても。誰がいるだろうな。深夜？いやでも深夜も俺の5倍ぐらい緊張するんじゃないですか、8倍ぐらい。いたわ、一番いいのいた、兄貴。兄貴だ。結構兄貴とかやりやすいんじゃない。兄貴はやりやすいね、やりやすいでしょ、結構惚れるでしょ、健太くん、うん、もうなんか俺兄貴引き出せると思う。出せるよね、自分から上げてくるもんね、だって引き出す。どんどん出してくるからもう。え、めっちゃ面白そうじゃんそれ。そうだよ、鹿児島の金鉱山って言われてるから。どんどん出てくるから。掘るだけ出てくる、掘る、掘れば掘るほど出てくる。じゃあ次は谷口健三希望します。はっ。いや今となってはでもいい形に なってね、これでまあ なってくれりゃいいけどね。それに関してはもう俺の編集能力にかかってるんだよ、編集能力。うん、でも試合始まってきたらまたちょっと難しいよね、なんか形とか。そうなんだよね、それあるよね、健太くんのスタイルとかだとね、なおさら。だから俺が考えてるのはやっぱりもう勝った時だけあげる。ああ、勝ったら見れるっすみたいな。あ、そう、勝ったら見れる。でも誰が見たいのか分かんないけど。勝ったらもう気分よく、みんな気分いい時に見れる。確かに。いや、いい話できましたな。話できたけん、あんまり手応えで言ったら全然ないっすけど、ね、うちのチームで一番ヘビーユーザーっていうかリピーター誰か知ってる？ずっと聞き流してくれてんの、こういう対談とか。誰だろう、わかんない。俺も音源ごとあのあれで渡してるから、エアドロップで。過ぎせろい、過ぎせろい、過ぎせろいとか、過ぎせろい。
セロイ。杉セロイ。それ何なの、みんな言ってる、なんか知らないんだよ。今あのイテウォンクラスってさ、めっちゃ流行っててさ、ネットフリックスで。それの主人公がパクセロイっていうね。見て、見てみ、そのパクセロイで調べてみ、写真。まんまやろ。めっちゃ面白いじゃん。もう出てんのよ。杉セロイは面白いわ。杉セロイ。じゃあ鹿児島の金鉱山、谷口健三でオファーかけてみます。 あの動画の最初のところ、鹿児島の金鉱山。鹿児島の金鉱山。初めて言われてる。鹿児島の金剛さんこと、今できたあだ名やけど。まあまあ、会ったらハイタッチしようぜ。会うか、会うか。昨日やったなみたいなハイタッチ、うん、昨日やったなって。やってやったなっていう。やってやった、全然ってことは、そんなそこまではないですけど、俺たちやってやったなっていうハイタッチしよう。じゃあありがとう、おやすみ。パラグアイ語でおやすみってなんて言う？いや、パラグアイ語は、パラグアイ語ないっす。パラグアイ語がないっす。ボンジーア！お疲れっす。お疲れ。お疲れっす。また明日。はい、また明日。ももちゃん、バイバイ。おやすみ。バイバイ。はーい。